海底を這うようにひょっこりと顔を出したのは、皆さんご存知のカレイ。左ヒラメに右カレイと言われるように、ヌマガレイなどの例外を除き、腹を手前に置くと顔が右側に来るこの魚。東北地方の沖釣りでは一番と言っても過言ではないほどの人気を誇る。仙台湾のカレイ釣りではマガレイをメインターゲットに、イシガレイ、そしてマコガレイなどが狙え、産卵期を終え獰猛に餌を捕食する3月から4月に最盛期を迎える。4月中旬、この仙台湾のカレイを求め3人の釣り人がやってきた。関東を中心に活躍する沖釣りのスペシャリスト、飯田澄夫さん。2015年アングラーズアイドル藤木かな、そして仙台市在住で東北の沖釣りを中心にジャンルを問わずオールラウンドにこなす波留修一さん。実は飯田さん、藤木ともに仙台湾での釣りは初めてとのこと。仙台湾は宮城県小鹿半島と福島県宇能崎の間に形成される海岸線130キロの湾で、石巻湾と松島湾を有する。カレイをはじめアナゴ、カキなど数多くの魚介類が水揚げされる豊かな海。そこには釣り人にとっての楽園が広がっていた。お、ダブルだ。どうですかこれ、上がるかな。すごいですね、もう下にいっぱいカレイいるみたい。日本一の生マグロの水揚げ港としても知られる宮城県塩釜港。早朝5時半、港に着いた3人は早速準備に取り掛かる。藤木さん、はい、これが今回使う仕掛けなんですけど、はい、このね、船宿さんのオリジナルの仕掛け、はい、これが仙台湾のカレイ釣りに用いられる一般的な仕掛け。天秤、そして針にはビーズなどの装飾が付けられたアピールの強いものが好まれる。カレイの小突き釣りっていうのはこの重りに注目させることなんですよ。ですからこういうちょっとね、あの少し重りを少しアピールカラー使ったのがやっぱり人気ですね。ええ、それでこの重りで叩いて、底を叩いて、実際砂ぼこりなんてのは大したら起こらないんですけど、やっぱカレイはあの側線を下腹につけてるんで、振動でやっぱり感じるんですね。期待と不安を乗せ船は大海原へと舵先を向けた。うん、最近はちょっと今雪解けの水入ってくる時期なので釣果的にはムラありますね。いい時だと100枚前後いくんですけど、平均すると60-70枚平均で60枚、十分すぎる釣果だと思われるが、仙台湾だとちょっと足りないかなというような感じですね。塩釜港を離れた船はおよそ1時間かけて大型魚礁の周りに到着した。40メーターぐらいですね。なんかね、カレイって結構下の魚なんだけど、今ちょっとなんかね、ベイトの反応みたいのがありますね。この釣りの基本は重りを着底させ、細かく小突きカレイにアピール。時に仕掛けの長さ程度竿先をゆっくりと上げて誘うアクティブな釣りだ。ちょっとね、波も高いんですよ。うねりがこう来てて、その重りをまあ常にそこに置くような状態、そこから竿でこう動かして
あの海底を小突くような、そしてまあその仕掛け、まあ、先についてる仕掛けをうまくカレイにアピールできるような、そういう状態にしてます。とにかくね、この釣り初めてなんでいろんなことやっています。と語るや否や、すぐに当たりが。1投目で釣りました。結構引きは強いですね。遠目から食いました。おーすごい、仕掛けちょっと絡んじゃったけど、よいしょ、はい、釣れました。1投目で竿を絞り込んだのはメインターゲット、マガレイ。そしてカレイ釣りはほぼ未経験の藤木に当たる。おー、来た来た来た、おー釣れました。なんと藤木にも1投目でマガレイが。初めての釣りへの不安も一気に吹き飛ぶ。さらに波流さんにも若干いいサイズですね。ほら、マガレイです。このように重りの近くにやっぱり来ますね。はい、重りは警戒しません。重りに寄せる小突きですね。それでここに食わせる。だ、進化は少しこういう派手めなものが結構、はい、これが仙台湾のあの曲がれ、ちょっとねマコガレに似てますけど、あのここの尻尾の方を見ますとね、ちょっとあの若干細身なんですね。で若干このようにあの黄色くなってますね、少しね。これが曲がれと曲がれを見分ける目安ですね。でこのようにこの縁側の部分がこういうこのようにこう透き通って、この魚はですね非常にねここが果たしてるんですよ。だからあのただマコガレイのようにこのそんなにさあんまりだから上にはあんまり飛びつかないですね。ただ横に速いんです。でこれがね、だからここのあのいわゆるこの縁側の部分が非常にこういうふうに果たして、だからこの辺が非常に食べると美味しいですね。さらにもう今井みたいな本当に一瞬のもたれだけですね。ああいうのでもかけに行かないと。今度は竿を大きく絞り込む確かな手応え。そこそこいい方。おええ方です。石ガレイでした。石ガレイです。間髪開けずに釣り上げたのは石ガレイ。日本全国の沿岸に生息する魚で、大きいものでは70センチに達する個体も。ここで地元名手波流さんの釣りを見てみよう。まず一匹をですね、こうやってね、この頭の方か縫い刺しにしちゃいます。こうやってこうやってこうやって上にこき上げて、でちょっと切りますね、こうやってね切って、この切ったのをさらにこんな感じでしょうか。餌の青い染めを縫い刺しで団子状にボリュームたっぷりにつける。着底と同時に誘いを開始。その誘いは柔らかく、こまめに底を取り直しながら重りが海底をふわふわと叩くイメージ。このためロッドは73調子という幾分ソフトなタイプを使用している。かすかな当たりもすかさず合わせる
積極的にかけていく釣りだ。実に軽快に着々と数を伸ばしていく。曲がれです。対する飯田さん、感度を重視した82調子のロッドで幾分シャープに誘いを続ける。当たりには引き上げるようにソフトな合わせ。当たり方がすごいですよね。ゴツ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 と。引きもなかなか強いです。お、ダブルだ。どうですかこれ。上がるかな。よいしょ。ほい。ダブルです。負けじと見せてくれたのは石ガレーとマガレーのダブルヒット。今ね、やっぱり誘ってて、で当たりがもうゴツゴツ出始めて、で引き上げたらもうかかってる感じで、相当いますよねこれね。結構ね、海の魚ってこのカワハギなんかもそうだけど、重りでね、こうやってそこを小突くことによって砂煙が上がって、そこに何か餌があるのかなっていう感じで多分寄ってくるような、なんかそんなようなイメージでやってると、このカレイも釣れるみたいですね。マメな底取りとカレイへのアピール、この2点を心がけて釣るとこの通り。来ましたよ。ほいほい、釣れました。そして藤木、二人と比べると誘いのテンポが遅いようだが、それでもカレイは食ってくる。お、釣れた。はい、釣れました。あ、またちっちゃい。次々と釣れ上がるカレイ。一体海の中はどうなっているのだろうか。仕掛けを投入。水深が浅いうちははっきりと色を識別できるが、30メートル、45メートル、そして着底。磯目の色は海に溶け込むが、赤いビーズはまだはっきりとその色を認識できる。そして重りの黄色も比較的鮮やかだ。早速カレイが海底を這うようにやってきた。ゆっくりゆっくりと餌との間合いを詰める。重りと餌が跳ね上がってもそれを追おうとはしない。重りが着底し餌が安定すると、食った。どうやら餌をカレイにアピールするための小突きは必要だが、大きな誘いは逆効果になることもあるようだ。あ、大丈夫です。なかなかいいサイズだよ。めっちゃいいサイズ。おお、ね、大きいよね。あ、釣れてました。おお、釣れた。でもまだやっぱりちっちゃいです。そのサイズまだ釣ってないです。あ、本当。はい。でもいっぱいいると思うんで。はい。やり続けてればそのうち。何が違うんですかね、釣り方として。多分一緒だと思いますよ。一緒ですか。30後半ぐらいですかね。40は多分ないと思うんだけど、でもいいサイズですよね。ハリウさんも来てますよ。すごいですね、もう入れ食い。
ほんと魚濃いですね。おお、釣れた。どれぐらいだろう、まだそんな経ってないと思うんですよ、釣り始めて、はい、はいはい、ですごい釣れますよね。そうですね、このぐらいの方がですね、このぐらい入るっていうのは結構やっぱりいい感じですね。あ、いい感じ。この時期としてはすごいいいと思います。あ、はいはいはい、型がね、非常にね、ちょっと一回り大きい、はいはいあ、はいはい、楽しいですよね。そうですね、あの、はい、非常にね、あの手軽に一応とりあえず底取って、はい、餌つけて、はい、ちゃんと脅して、はい、底取って誘えばとりあえずなんとか食いますから。ほらダブルだ。わあ、藤木もダブルヒットを決める。まさに絶好調のこの日の仙台湾。飯田さんはここでタックルを変更する。今までね、カレー専用竿を使っていたんですけど、今回ね、64の、竿で、まあ、少しね、柔らかいんですけど、果たしてこれがどうなるか。このね、64なんかだと、例えば、いろんな釣りに使えるんですよね。例えば東京湾なんかだと、ライトアジだとか、まあ、タチウオだとか、アマダイ、もういろんな釣りに対応していて、カレーにも、使えるんではないかな、そんな感じで使っています。で、一応ね、仕掛けはね、こちらの地元の仕掛けをつけてやっています。はい、行ってみます。飯田さんが取り出したのは、昨今話題のライトゲームなどに用いられるよりソフトな64調子のゲームロッド。この竿の特徴として64になるとやっぱり、ね、こう結構柔らかいんで、少しねオーバー気味に動かさないと仕掛け動かないと思うので、ただね、うねりのある時なんかだと仕掛けをそこに安定させるには柔らかい竿の方がいいと思います。おお、当たった。こういうね、柔らかくてね、曲がる竿も面白いですよね。はい、釣れました。はい、柔らかい分食い込みがいいような気はしますよね。誘い上げたとか聞いたときに、その乗ってくれるような、多分この釣りってその竿の使い方ですよね。その竿をどうやって使って楽しむか。竿が柔らかいからね、すごいですよ、この当たりの感じが。おお、楽しいですね。結構ね、柔らかい竿って、当たりが取りづらいんじゃないかな、竿が曲がっちゃうからっていうね、方が結構このどの釣りに使ってもあるんだけど、竿がね、こう例えば柔らかくても曲がって一番おいしい部分、そこを見てて、さらにそこから先が長いんで、目で見る当たりなんかかなり見やすくなりますよね。使い方ですよね、このね、竿のね。これね、あんまり無理にやっちゃうと、逆に例えば飲み込んでる針が出てきちゃったりとかするので、少しね、緩めでね、こうゆっくりやり取りやった方がカレーの場合取れると思いますね。もちろん総合力を比較すれば専用竿に軍配が上がるが、お手持ちのゲームロッドでも十分に釣りは楽しめる。はい、釣れました。さらにロッドを変更し、釣りの可能性を探る飯田さん。キス竿を持ってきました。東京湾ではね、結構このカレー釣りってキス竿だとか、ね、そういう竿を代用してる人がすごい多いので、キスのね、このスピニングタックルでやっています。ところ変われば釣り方も変わる。ここで飯田さんのホームグラウンドでもある東京湾のカレー釣りをご覧いただこう。主役となるのはマコガレイ。その個体数は一時激減したカレイだが、水質の改善などにより少しずつこの海に戻ってきているようだ。東京湾のカレイ釣りは
人数本の竿を並べ、基本的には沖竿で狙う町の釣り。仕掛けは至ってシンプルなものを用い、餌の青磯目は切らずにそのまま刺すのが基本的なスタイル。東京の場合って沖竿にして結構飲み込まして釣るんですよ。で、結構大きめなんですよ。で、なぜね大きいかっていうと、こう飲んだ時に小さいとやっぱりその餌をいっぱいつけてるとかで、しっかりかからずにすっぽ抜けちゃう場合があるんですよ。そのために針を大きくして飲んだやつをこう合わせた時に針が大きいから口の中にかかってくれる。そのためにね、この大きめの針を使ってます。この日はゆっくりのんびりと海を楽しもうと思っていた矢先、早速竿先に変化が。お、当たってる当たってる、なんか当たってる。お、なんかかかりましたよ。でも軽いなこれ。お、白ギスだ。東京湾を代表する魚の一つ、シロギス。一年を通して狙え、日によっては100匹を超える釣果も見られる人気のターゲットだ。お、なんか来たよ。カレイかもしれないですよ。マーミがいるかもしれないね。カレーだカレーだ。よいしょ、おい、釣れました。釣れましたね。これが東京湾のマコガレイ。なんか当たった。もしかして当たり。あ、カレーの小気味よい引きを堪能した一日。お、カレーだ。おい、釣れますね。もっともっとね、いい時期、今ね、もう本当にカレー終盤の時期で、ね、これだけ釣果が上がって、だんだんやっぱり魚が戻ってくるってすごい実感するんですよ。またね、この次のシーズン、すごい期待持てますよ。少年の頃を思い出すと同時に、東京湾の今後に希望を感じた飯田さんだった。舞台は再び仙台湾へ。あ、当たりました。だんだん大きいサイズになってきました。藤木は初めての海、初めてのカレーを楽しむ。行きます、よし。有吉さんは慣れ親しんだ海で型数ともに抜きんでた釣果を見せる。はい、両方石がですね、これはね。はい、それで、ね、こういうふうにね、なだらかなね、この仙台平野からなだらかなこんな砂地でね、広いあれでね、だからもうカレーの絨毯とか言われますよね、ここね。そして飯田さんは東京湾で用いたスピニングタックルを試す。するとすぐに、お、釣れました。キス竿もすごいですね、これ火がまた強烈です。強いですね。さらに釣れてるよ。あ、本当ですか。うん、お、どうかな。ほい、多分こうなるとこっちの方がでかいと思う。ちょっと買ってますよ。買ってました、買ってました。それぞれの思い、それぞれのやり方で思う存分楽しんだ一日。そしてクライマックスは羽生さん、見事3点掛けを見せてくれた。真ん中が石がれですね。
はい、目の前に広がる雄大な自然、そしてビギナーからエキスパートまで楽しめるカレー釣り。そこには釣り人にとっての楽園が広がっていた。今回僕が使用したリールはフォースマスター 300DH です。スマートコントロールを採用し、片手で全ての操作が可能になりました。そこに着いた時に親指でオン、これがね片手操作でできます。今ねほら当たり出ましたよ。当たったと同時に合わせたらもう片手でスマートダイヤル、例えばね 0.85 の命糸、これをねあの巻いている時もこのスプールと、まあ、ボディの隙間ですよ、ここにねあの噛み込んでしまうことがありません。例えばね釣り場でそういうトラブルを起きない、そういう機能があります。このリールでライトゲームをより軽快に楽しんでください。今回私が使用しましたのとは、バイオインパクト X カレイ、73-180 です。他にですね 82-165、82-180 というスペックもございます。タフテックアルファプラスハイパワー X ティップ搭載の補作によりまして、低感度とですね、メ感度という一見ちょっと相反する部分をですね、かなり高次元であのミックスさせておりますので、かなりの部分であの満足感があると思います。思いのままにこう付けるんですよこれ。皆さんもぜひ東北でのカレー釣りでこのロッドを使ってみてください。